皆さんこんにちは。鹿沼市議会議員増渕康弘でございます。今回、こういう形で皆様の場に、登場するのが3回目になります。1回目は議会の在り方、予算の在り方、そういうことを、ここで喋らせていただきました。2回目には、これから、どういうふうな形でお金が、鹿沼市の中で運用されているか、お金の配分、そして、国からの配分なんかを、予算にどういうふうに反映しているかということを、喋らせていただきました。そして今回3回目になります。今回は、私の政治のスタンスということを少し、皆さんにお伝えしていければと思っております。私は、今期で市議会3期目になります。初めの2期目8年間をやりまして、今回3期目ということで、今まで議会に対してのいろいろな改善とか改革を訴えてきましたが、基本的に私は自民党系の議員でございます。自民党に席もございます。しかし自民党が全て良しと思っていませんし、市議会の場では党派党略というか、そういうスタンスよりも市民に対して何ができるか、この市政大変に厳しい中での皆さんの暮らしの中でどういうふうな形で行政が関わっていくかということを、きちんと議員が何ができるか、議員が何をしているかということを、もっと議員の存在価値自体を高めていくことが大変重要だということで、そのスタンスで動いております。確かに私は労働組合とか、宗教関係とか、固定の党派という形では動いておりませんが、その人たちの意見も、みんな市民に対して良ければ、賛同しますし、それは是々非々という立場で、議論していって、その中で一番最善が、尽くされるということが結果的に、市民に対しての、議会の活動方針だと思っておりますし、議員のそれが使命だと感じております。私、この8年間やって、今年が9年目になりますが、一番、感じるのは、今の民主主義というものが、なぜか、選挙に当選するためのことに、身代わりのいい、そして皆さんに、聞こえが良くて、どっちかというと当たり障りのないことを全てのところに、まあ、言葉は悪いかもしれませんが、八方美人的な、意見を言う議員の方がなぜか票が集まるというか、白黒をはっきりつけないという形が、今いいのかなというふうに一方で考えておりますが、私はやはり議員というものはきちんとした情報を持って、きちんとした、予算書を見て、そして 議会の中で執行部との話し合いの中では全部結論を言える、そして皆さんに説明責任の持てる人間が議員の資質があると信じております。皆さんに迎合して、こちらではいいかを、こちらでもいいかを、そうですよね、そうですよね、というような相槌ばかり、確かに皆さんの意見を聞くことは大事ですけども、それよりも議会は、議会人というのは皆さんの代表です。代議員制でありますので、皆さんの代表として最大公約数をきちんと伝えられる、それが、それも自分の意見も加味して伝えられるのが議員の役目だと思っております。これからも私はそういう立場で、そういうスタンスで政治を行っていきたいと思いますし、議会人として活動していきたいと思っております。いろいろ、皆様からの意見もありますし、そうじゃないという方もいらっしゃるかもしれませんが、私の心情はそこにあります。そして結論は、皆さんにいかに税金が有効に使われて、その中で皆さんがいかに暮らしやすさの中で、政治と関わっていけるかということを最大限の目標にしております。それをこれからも、常に心の中心において活動していくつもりでございます。決して、票のためとか人気取りのためとかじゃなく、
自分の信念をきちんと貫いた中で皆様に評価していただける議員になることを目指しておりますので、これからもよろしくお願いいたします。本日は私の政治スタンスについて、語らせていただきました。これからも第4回第5回と続きますが、これからは私の方では、議会の中の細分化した中で、教育とか、経済とかそういうことについてまた語らせていただけると思います。次回をお楽しみにしてください。よろしくお願いいたします。